ゲームの情報を知るためにウェブサイトを見ることは必要不可欠でした。しかしじっくりとウェブサイトを眺めるということは前世紀に比べると減っており、各種 SNS など、短い情報の発信の方が現代には合っているのかもしれません。ただ特に大手の作品から公式ウェブサイトがなくなるようなことは当面ないでしょうね。まとまった情報が正しく発信されるということはやっぱり大事です。これはスマブラスペシャルのウェブサイトの構成です。制作構成には私も関わっており、更新のたびにチェックなども行っています。スマブラはゲーム内要素がすごく多いので、その要素もかなり深い階層があります。ファイター一覧、それぞれのファイターも見て回れます。遊び方、さまざまなモードやテクニックもあります。ネットワークやアミーボ。ステージ、通常ステージだけで100、ダウンロードコンテンツを含めてそれ以上。アイテム、ポケモンやアシストフィギュアもあります。サウンド、視聴機能付きです。ムービー、参戦ムービーや私が出ている何々の使い方など見応えあると思います。その他トピック、 Twitter と合わせた情報展開、さらに大会やイベント情報、スマブラが道場など、概要で紹介しただけですが、それでも波のゲームよりうんと情報量が多いことが感じられると思います。広報は大事、情報の基幹となる場所も大事。普通のノウハウでただウェブサイトを作るより、その作品に向いた形態にしたいところですね。初代スマブラ発売前、発表が済み、おおむね完成した頃、その遊び方や楽しさ、ゲーム性を関係者になかなか理解してもらえず、偏見だけが前に出て困った時がありました。任天堂キャラクターたちが殴り合うのはけしからんとか、格闘ゲームに比べて全然浅い内容だとか、ゲームの内容は発売時のものと同じで深い駆け引きも内包しているつもりだったので困りました。だけど今までにないものだったこともあり、偏見の壁を破れない。そこで、スマブラの遊び方や駆け引きについて資料をまとめ、雑誌社にお送りしました。まともに取り込んでくれるところはほとんどありませんでしたが、でその内容を転用しテクニックの手引きにしたのが、ウェブサイトである初代スマブラ拳です。私自身が HTML も書きました。あんまりこういったノウハウがなく、使えるデータもとても小さかった時代で、今見ると恥ずかしいところもあるんですが、あの時代によくやったよとも思っています。そういった苦い経験は積極的に打開策を考えれば後の糧にもなり得ます。スマブラスペシャルで参戦ムービー制作などを頑張るのも初代の挫折から地続きなのかもしれません。そして現在スマブラスペシャルの公式サイトはとんでもないボリュームになっています。基礎的な説明をしただけとも言えるのですが、おそらくゲームの公式サイトとしてもかなりでかい方ではないでしょうか。ひとえにゲームのボリュームがでかすぎるのが悪いのですが、任天堂の担当者の方々にはお世話になっております。今は SNS の方が盛んで、ウェブサイトの役割も少し変える必要があるのかもしれません。じゃあ将来どのようにしたら効果的に情報を伝えることができるのかな。